皆さん朝は、平日の朝はテレビは何をご覧になっておられますか？バニラチョコティーでは朝はいつも目覚ましテレビ。うち目覚ましなんですね。はいはいはい、目覚まし派と、なんだっけ、ジップの人とに置かれるってよく聞くんですけど、その目覚ましテレビで今年の9月までのテーマ曲として使われていた、西野カナさんのハブアナエスデイという曲、これを聞くとなんだか朝になったような気がするんですけど、今からね、会社とか学校とか行かなきゃいけないみたいな気分になるかもしれませんが、とても歌詞の内容も可愛いので、なんかね、いい曲だなと思ってやってます。ハブアナエスデイ。続いては、かわいいのりこちゃんが登場です。